ゆたです。今日は富士スピードウェイに来てるんですけど、プロアイズの壮行会です。自分も参加予定だったんですけど、クラッチっていうかミッションがクラッチがちょっとおかしいんで、ちょっと今日はキャンセルして、友達の S2000 が走るんで、それにちょっとついてきました。なんでちょっと1日に密着をしたいと思います。雰囲気はこんな感じで、結構ねやっぱ走る雰囲気の車すごいいっぱいいますよ。 VA もね結構何台かいたんで、自分の車でいたらちょっとお話とかしたかったんですけど、これから友達のこの S2000 の荷物とか下ろして走る準備をちょっとしていきます。トランクとかの荷物を、ね、下ろしていきます。だったので左右に貼っていきます。大丈夫。本当ボディ拭いてから、ね。うん。あとは しっかり貼んないとね、風で剥がれちゃうからね。貼り終わったんで、次計測器。こういうやつでタイムの計測を測ります。富士スピード、ここの走行会は、ウィンドウに貼るらしいです。右側の、あ、ウィンドウに右側に貼るの、サーキットによっては後ろのナンバーにつけたりね。そうですね、まあ、左右の指定があったり、タイムの計測が、それ時期になってんだっけ。それ時期だっけ。何できてんだろうね。わかんない。多分時期だと思うんだよ。二次元。また二次元。今度二次元。お、すげえすげえすげえ。ウィンドウに貼っていくと、まずその土台を貼るっていう感じだ。そうだね。まずNSX に、あれは GT3RS かな。最高だな。ガッチリ貼んないと取れちゃうからね。気泡抜いとかないと。でこれでドアを閉めちゃうと、俺はやらかしたことある。なんだっけ。でそのままドア閉めてぐちゃっ。窓でしょ。あ、そう、窓、ドアじゃなくて。穴に刺してピンを入れて、これで完成と。OK、バッチリです。こうやってね、トルクレンチでちょっと締めていきます。あとはサーキットなんで、フロントのナンバーも取っちゃいます。ちょっとの差ですけど、空気が入りやすくなるんで、冷却効果がちょっと期待はできます。こういう感じでミーティングが始まります。今走行前ですけど、走行すると空気圧が上がるんで、今 2.5 ぐらいなんですけど、フロントを2ぐらいに落としていきます。もうちょっとだ。こんぐらいだね。よいしょ。エン
ジンルームをチェック。まあ油脂類、油面の、まあ、残量とかエンジンオイルとかも、まあ、一応全部大丈夫なんで、でこのやっぱねホンダの赤ヘッドかっこいい。で吸気がカーボンのこのラム圧、ラムボックスのやつ、ジェイズのやつなのかなこれ。ラジエーターはグレッティですね。いろいろ変わってます。今から1本目、25分2本なんですけど、それの1本目に今向かうところです。
中だね、あれ。ライトもついてないし。レストランでカツカレーを食べながら車を見る。外に出てきちゃったんですけど、片付けもして、で 2ヒート目ですね、これのタイム表。1ヒート目はなかなかいろいろ難しくて、まあ、タイム出なかったんですけど、2ヒート目は2分5秒、まあ、この仕様を考えれば、まあ S2 にまだ乗り始めてそんな経ってないんで結構いいんじゃないかなって。なんかちょっと上から目線ですけど、いいなとは思います。上から目線で結構だと思います。はい、っていう感じですね。はい、っていう感じで、壮行会のね、密着は以上になりますんで、壮行会はこういう感じで雰囲気で皆さんやっております。はい、以上です。